フリスコは、アメリカ合衆国テキサス州中部、コリン郡とデントン郡にまたがる都市である。2010年国勢調査による人口は116,989人で、あり、2000年の33,714人から8万人以上、約3.5倍に成長した。ダラス市の急速に成長する、郊外地にあり、 2000年から2009年にかけて国内でも最も成長速度の高い都市である。1990年代後半にダラスフォートワースト市圏北部の郊外開発の波がプレーの市の北縁に押し寄せ、フリスコ市に及んで2000年代の爆発的成長となった。ダラス市の北側で成長する都市の多くと同様ダラスフォートワースト市圏で働く。 専門職階層のベッドタウンとして機能している。フリスコ氏は2003年以来、全米アーバーデー基金によって、アメリカ合衆国樹木の都市としてを受けている。2007年には3年連続して、アーバーデー基金成長賞を受賞した。この賞はその地域社会の中で、環境改善と高いレベルの樹木の世話及び保存を果たしてきたことを認めるものである。 雑誌、フォーブスの2007年の調査では、フリスコが全米で7番目に成長速度の高い郊外地になっていた。ダラスの地域がアメリカ人開拓者によって開拓された時、昔のショーニートレールに沿って開拓者の多くは、荷車隊を引いてきた。この道はオースティンから来た牛を追う時にも使われた。これが後にプレストントレール、さらにプレストン道路となった。 プレストン道路はテキサス州全体でも最古の南北方向道路の一つだった。この活動すべてとともに道沿いにあったレバノンの町が設立され、1860年には郵便局が作られた。1902年、セントルイス・サンフランシスコ鉄道がこの地域を通るようになり、蒸気機関車に給水するために沿線には間隔を置いた給水所が必要になった。 現在のレバノンがあるところはプレストンリッチにあり標高が非常に高かったので給水所は約4マイル西の定地に置かれたこの列車停車駅周辺に町ができたレバノンの住人は実際に丸太でできた新しい町にその家を移したこの新しい町は当初エマーゾンと呼ばれたがテキサス州にある別の町にに通っていたので アメリカ合衆国郵便公社がこの名前を却下した。1904年、町の住民は、町が作られる元になった、セントルイス・サンフランシスコ鉄道に権威を表して、フリスコ式と名付けた。さらに後に、指定が取れて、フリスコとなった。フリスコは、北緯33度8分29秒、整形96度48分47秒。 北緯33.14139度整形96.81306度、33.14139-96.81306に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は70.0平方マイル、このうち陸地は69.9平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は0.23%であるフリスコは、 出潤亜ネッタイ気候にあると考えられる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フリスコにあるイケアストーンブライアモールの屋内ダラスの多くの郊外地と同様に、フリスコには165店舗のショッピングセンターであるストーンブライアセンター、売り場面積31万平方フィートの家具店、イケアなど数多い小売業が集積している。小売店や、 レストランチェーン店が市内を南北に抜ける幹線道路であるプレストン道路に並んでいる。フリスコは他の周辺都市と比べて異なる経済推進方向を取り消費税の一部を地域交通システムであるダートではなくフリスコ経済開発法人の予算手当に振り向けることを選んだ。その目的は税金を商業関連事業に振り向けることである。 フリスコ経済開発法人の効果については、町の討議事項になっている。フリスコは、新しい中心街となる、多目的開発である、フリスコスクエアも設立した。フリスコスクエアには、約250の賃貸住宅、7つのレストラン、約4万平方フィートの商業事務スペース、およびいくつかの私有サービス地がある。このプロジェクトの主要な開発は、 市役所と図書館本館であり、また公共広場である。2010年12月には、シネマークシアターズ映画館がオープンした。市の発行する2008年包括的年間財政報告書によれば、市内の主要雇用種充欠は以下の通りである。フリスコ市は、自治都市である。フリスコ市の有権者は1987年に、自治憲章を採択した。2002年5月、 フリスコ住民は、検証の改定について、住民投票を行い、19の命題を承認した。フリスコ市が採用している政府の形態は、市政委員会、シティマネージャー方式であり、全市を選挙区として選出。市政委員の任務は、市の方を執行し、予算を採択し、方針を決め、シティマネージャーと市所機関を指名することである。市の発行する2008年包括的、 年間財政報告書によれば、市の財政は、歳入2億2720万ドル、歳出1億8440万ドル、総資産16億4700万ドル、負債7億5310万ドル、現金と投資額1億5930万ドルとなっている。初等、中等教育、フリスコ市の大半は、フリスコ独立教育学区に属している。一部は、 ルイスビル独立教育学区、リトルウェルム独立教育学区及び、プロスパー独立教育学区に入っている。フリスコ独立教育学区には、フリスコ高校など高校が6校ある。7番目の高校を建てる予算が承認されており、8番目の中学校は12校ある。また小学校は30校ある。さらに、フリスコ独立教育学区職業技術、教育センターがあり。 高校の生徒が獣医学から広告やグラフィックデザインまで様々な職業を経験したメスことができる。高等教育コミュニティカレッジ地区に入るコリンカレッジのプレストンリーチキャンパスが1995年8月にフリスコのウェードブールバード沿いに開校した。ダラスバプテスト大学が2006年1月にフリスコのホールオフィスパークに地域アカデミックセンターをオープンした。 ウォーレンパークウェイとインターネットブールバードに面している。アンバートン大学はパークウッドブールバード北とウォーレンパークウェイ沿いに地元キャンパスを構えている。2008年フリスコ独立教育学区も職業技術教育センターをオープンした。ダラス大学はキャロルトンキャンパスをフリスコに移転させた。フリスコはフリスコアスレチックセンターを建設した。これは 面積1万8000平方フィートの屋内水泳施設と4万平方フィートの屋外水泳施設である。地域住民はこの施設をレックセンターと呼ぶことがある。ここには大型の運動設備や集団競技の設備もある。フリスコにはいくつかのスポーツ会場、NCWA ディビジョン外競技連盟、NHL のホッケーチーム、メジャーリーグサッカーのクラブ、 マイナーのホッケーリーグとそのチーム、マイナーリーグの野球チーム、および最近追加された NBA デベロップメントリーグのバスケットボールチームがある。ドクター・ペパー・ボールパークの主元館フリスコには様々なスポーツ会場がある。ドクター・ペパー・ボールパークは観客席数1万600の野球場であり、2003年4月3日に最初の野球試合を行った。この年、 BASEBALLPARKS.com から最良の新設野球場に指名され、最良の建築デザインとして2003年、テキサス建築賞も受賞した。ピザハットパークは2005年8月6日のオープンであり、観客席数2万500のスタジアムである。主に FC ダラスがサッカー場として使っているが、アメリカンフットボールの試合やコンサートにも使われている。 ドクターペパーアリーナは、ホッケーと野球の両方に使える会場であり、NBA デベロップメントリーグのテキサス・レジェンズ、ノースアメリカホッケーリーグ加盟のテキサス・トルネードの本拠地であり、NHL のダラス・スターズは、練習会場に使っている。メジャーリーグサッカーのクラブ、FC ・ダラスは以前、ダラスのコットンボールで試合をしていたが、2005年8月に、 ダラスノース有料道路とフリスコのメインストリートの交差点角にあるピザハットパークに本拠地を移したユースサッカーの大きな国際トーナメントであるダラスカップが毎年フリスコで開催され世界中のチームを集めている NCWA ディビジョンイの競技組織であるサウスランド競技連盟がその本部を2006年にフリスコに移した2010年2月26日フリスコの ピザハットパークでフットボール選手権に予選会を開催すると発表した。これはこれまでテネシー州チャタヌーガとウェストバージニア州ハンティントンで開催されていたものである。サウスランド競技連盟が主催した最初の試合は2011年1月7日に行われた。ダブル A マイナーリーグのテキサスリーグに所属するフリスコラフライダーズはテキサスレンジャーズの参加であり、 ドクター・ペパー・ボール・パークを本拠地にしている。NHL に所属するダラス・スターズはフリスコに本拠を置いており、ドクター・ペパー・アリーナで練習を行っている。ノース・アメリカ・ホッケーリーグ加盟のテキサス・トルネードが2003年秋からフリスコを本拠地にしており、その後間もなくノース・アメリカ・ホッケーリーグも主事務所をフリスコに移した。トルネードはドクター・ペパー・アリーナで主催試合を 行っている。NBA デベロップメントリーグのテキサスレジェンズは2010年から2011年のシーズンではダラスマーベリックスの参加であり、回収されたドクター・ペーパーアリーナで主催試合を行っている。フリスコには屋外自転車競技場であるスーパードームがある。またオリンピックにも使うことができる最新設備の水泳プールがある。ありがとうございます。